二人パパ。シーナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。まだまだ続く二人パパアメリカ編、今日はなんと5歳の息子くんが学童へ行くことに。その初日にフォーカスを当ててご紹介します。普段は日本語とスウェーデン語の息子くん、英語コミュニケーションでお友達はできるのでしょうか。そしてパパの初めてのアメリカン弁当も恥ずかしながら大公開、ハラハラドキドキ、最後までぜひお楽しみください。それでは行きましょう、二人パパの英語で大丈夫スウェーデンボーイが行く初めてのアメリカの学童。シェーナ、今からみんなであるところに行きますが、息子くんはまだどういうところかあまりまだよく分かっていません。分かるけど、なんか僕はなんか僕はまだレクスクーナー、俺レクスクーナー、うん、あ、言ったもんそれ、うん、あ、じゃあレクスクーナー行くんだって、うん、そう、今からレクスクーナーに行きます。どうも、編集部屋のみっつんです。今ちょうど編集してるんですけど、ちょっと補足をここで少ししたいと思います。まあアメリカに来てからこう2人パパは両方とも仕事があるんですけど、息子くんはこう短い滞在なので幼稚園とか通えないということが分かってまして、でも息子くんがずっと家にいてもこう僕らは仕事もしなきゃいけないし、理科は研究があるしということで、何かどこかいいアクティビティがあるところはないかなということで理科パパがずっと探してくれてました。で、見つかったのが、まあ、いわゆる日本でいうところの学童みたいな感じだと思うんですけど、まあ、みんな学校とか、まあ、プリスクールとかに行って、で大体3時ぐらいから6時ぐらいまで預かってくれる場所があるということで申し込みをしました。よかったらみんなで、下見に来てくださいというご連絡をいただいたので、この日は大体3時ぐらいだったかな、みんなで車に乗り込んでそこに向かうというところです。じゃあ行きましょう、出発。どう？楽しみ？今から行くところ。楽しみ。楽しみ？ OK。話したよ。帽子かぶる？できました。あ、じゃあ、あ、来ました。すごい自然がいっぱいのところだね。牛さんいるね、あそこにね。元気すぎだね。ちょっと他の子供たちと遊ぶチャンスができればいいなと思って、ちょっとコンタクトを取りました。もう明日から入れるんだけど、今日はちょっと下見みたいな感じだよね。ということで行ってきたいと思います。ツアーだけ。あ、もう子供の声聞こえるね。再び編集部屋のみっつんです。この後中に入って下見をした3人なんですが、中は撮影ができないので、この後中から出てきた3人が話すところから次は始まります。そう、すごいすごいいいとこだったね。ね、すごいいいとこ。どうだった、楽しそう、うん、なんであんなにエキサイトしてたけど、中で僕は見てたっただけ。フッシーさん、フッシーさんいたね。走ってたくら、すごいね。すごいね、すごい。プレイグラウンドがいいね。本当だよね。いっぱい。そう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 。っていうか、だってあんなすごいファシリティの幼稚園がなんて逆にないじゃん。逆にこのミュージアムだからこそああいうファシリティがあるって感じじゃない。そうね、すごいね。ということで、この翌日からお世話になることになりました。この下見に行った翌日なんですが、偶然にもアメリカではベテランズデーという祝日にあたり、学校やプリスクールが
校お休みの日にあたるんですね。なので逆にここの学童では朝の8時から夕方の5時まで預かってもらえるということで、お弁当やおやつのスナックなどを持ってきてくださいと言われていました。まあ、どんなものをね持ってくればいいかっていうのを聞いて作ってみたのがこちらです。ということでこちらが今日の息子くんのランチとスナックスです。リカパパが今バナナも取りに来てくれてます。ちょうどステイしてるところコンドミニアムなんですけど、こうレストランがあっていつも朝ごはんを取りに来るので、その朝ごはんの中から見繕いました。本当だったらさ、こうおにぎりとか握ってあげたいとこなんだけど、まあ今日一日だけだしちょっとバタバタしてるので、こんな感じのランチです。これベーグル、レーズンが入ったベーグルで、いつも息子くんが朝ごはんの時によく食べるやつで、お決まりの人参とフルーツと、このフルーツもあそこにこのままあったやつ持ってきました。あと卵は白身だけ、息子くん白身だけ、黄身食べれないの で、あとこの下にあるのがベーコン、食べるかな、一応なんかフォークとかも入れてあるけど、でこのボックスに入れて持っていきます。でこれはチップスとマフィン、多分こんなにたくさん食べれないと思うけど、とりあえずなんか何が食べれるか分かんないし、今日初めてだし、こういうの持ってて食べるっていうのも初めてだから、あれ、まあ、ちょっとなんか今日は初日ということもあってチョイスを多くしてあります。あとこれね、昨日買ってきたんですけど、子供用のマスク買ってきました。あのスウェーデンでは子供マスクしてるの見たことなくて、子供用のマスクなんて売ってないので、なんか初めての体験なんですけど、アメリカでは今から行くところでは子供もその学童、お部屋の中とか、まあ、外もそうだけどマスクしなきゃいけないということなので、これを買ってきました。あ、そうそう、昨日買っといたスムージーと、あとチーズ、そういうなんかこうチーズがあるんだけど、これ好きなやつなので一応これも入れておきたいと思います。ということで息子くんを起こしに行きたいと思います。ねえ、もう出発だよ。なんかこの靴箱、うん、この前買った靴、ったそれね、自分で履けるね。僕眠い。そうだね、ミツパパも眠い。ちょっと今日寒いね。でもお昼は暖かくなるって言ってたから。着いた、行こうか。もに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 、行くよ。はい、これは子供用のマスクだよ。初めてじゃない、これ着けるの。一回つけてみ。この硬い方がある方がお鼻のところ。でも僕はなんかマスク大好きじゃない。そうだね、でもみんなこの中に入るときはみんなやるんだって。なんで？ちょっと滑りと違うね。一回つけてみ。なんで？はい、ミスパパ、ね、ちぎれちゃうよ、ほんと伸びちゃう伸びちゃう。ちゃんとつけて、耳につける、耳にかけるね。うん、ちょっと大きいけど、まあいいか。僕さん、オッケー、じゃあ中入ろう。今日はこのレックスコーランに一日いるけど、パパも途中までいるから大丈夫よ。オッケー。で他のお友達と、新しいお友達とちょっと遊んだり、いろんなことやってみて。オッケー。で今日これランチ入ってるから、ルンチ、スナックス、おやつも OK? さあ行こう。降りれる？これパパ持ってあげる。ということで今その中に入ってきたんですけど、なんか先生みたいな方がいて挨拶して、
で、パパはここで待ってるからねって言って息子くんに言って、行けるって言ったら、うん、って言って普通にしれっと中に入っていきました。なんかもっと緊張するかなと思ったんだけど、なんか多分昨日下見に来た時にすごい楽しそうだったから、もう結構なんか楽しみにしてたのかもしれないです。まあ一応1時間ぐらい、1時間か2時間ぐらいここにいて、でその後でまあ一旦帰ろうかなと思います。でまあもし何かあったらいつでもこう電話かかってくるようになってるので大丈夫かなとは思うんですけど、ちょっと様子を見て、そのうちメスパパは家というか、まあ、ホテルに帰って、コンドミニアムに帰って仕事をしようかなと思ってます。じゃあ、ということで、今車に戻ってきました。今10時半ぐらいなんですけど、朝の朝ここに来たのが8時半ぐらいだったので、だいたい2時間ぐらい経ったところかなと思います。息子くんにこうパパは違う部屋で待ってるから何かあったら来てねみたいな感じで言ってたんですけども、とにかくずっともうはしゃぎ回って、今はなんかクラスルームみたいなところで粘土遊びをしていて、まあほとんどなんか先生と一緒に過ごしてるみたいで、他のお友達とは少しぐらいちょっとこう近づいてコミュニケーションするチャンスはあったみたいですけど、まあ初日なので先生がいつも一緒にいていろいろコミュニケーションしてくれてるみたいです。で息子くんはスウェーデン語と日本語が喋れるっていうことは伝えてあるんですけど、もちろんここの方はみんな英語なので、コミュニケーションどうしてますかって聞いたら、Google トランスレートを使って多分スウェディッシュ、スウェーデン語でコミュニケーション取ってるって言ってました。それでなんか全然いい感じで、まあ2時間ぐらい経ったからどうかなと思って息子くんのところに行って、ちょっとパパ今からお家一回帰るんだけど大丈夫って聞いたら、こうやって言っていました。なのでものすごい楽しく遊んでくれているみたいです。もう本当にいいところを見つけたなと思っています。今はね、さっき言った通り10時半ぐらいなんですけど、また今日は丸1日預かってもらえるということなので、だいたい午後5時前ぐらいに、お迎えに行きたいと思います。またお迎えに来て、お迎えに来たら、息子くんに感想を聞いてみたいと思います。ということで時間が、4時半になりました。お迎えの時間なので、ちょっとお迎えに行っていきたいと思います。息子くんの反応をお楽しみに。何？ちょっとだけ何？ちょっとだけ楽しかった？助けてよ。あ、助けてよ、いいよ。いいよ、全部は飲んでなくても大丈夫だよ。すごいマスク姿が新鮮だわ。今日ね、車あっちに止めてある。なんだっけ、レッコーラン。すぐ、なに、ちょっとだけ僕のチップ食べてない。あ、今日持ってきたやつ、うん、後で食べるじゃん。いいよ、大丈夫、全部飲まなくても。あれ大きいから。くない。本当？小さい。本当？小さい。どうでしたか？今日いいだった？だから私の新しいの友達にもらったよ。本当に？新しい友達できた？でも2つだけ。あ、2人？だから今はもっとやる。もっと？これから？うん、おいおいおい、その子の名前覚えてる？だから僕は名前言うの分かんない。そうだね。じゃあ名前どうやって言うか後でプランする。プランする。プラン出しようか。とおしっこ言うと後でプランやってよ。だから僕はその前
Och så skulle jag lite tatte på min syster. Däcken och tatte, där kan syster att klassrumna kan vi in och tatte. Skollumdacke. Okej. Okay. Och så gudde, och så ont. Okej. Okay. Men och トイレは行った向こうで。オッケー。あとで行けたのね。よかった。じゃあ今日お家帰ったらおトイレ行きたいときに何て言うか、あと自分の名前をどうやって言うか練習してみようか。それなしよね。僕言うときは。うん。だっけ。うん。あとお友達の名前をじゃあ聞くときに何て言うかトレーナーしようね。オッケー。そうだね、大丈夫。分かんなくてもトレーナーしたらすぐできるようになるよ。オッケー。じゃあ帰ろうか、出発。ふふふ。ということで、この後の車の中でもう早速息子くん自分からこれなんて言うの？これなんて言うの？ってせがまれたので、少し車の中で英語の練習をしました。こちらに来てからまあ英語のテレビを見せたりとかしてたんですけれども、そこまで積極的ではないかなっていう感じだったのに、もう友達とお話ししたいからっていうことで、英語の練習を自らやろうと言い始めたっていうのに、とても親として感動しています。今ちょうど編集しているのはこの初めての日からもう何日か経ってるんですけれども、キッズクラブ行くよって言うと、もう進んで自分で準備をして靴も履いて張り切っていくっていう感じなので、もう本当になんか楽しんでいるみたいです。なんかスウェーデンより楽しいみたいだけど、なんでだろうね。もちろんなかなか言葉はまだまだ他のことをスムーズにお話できるっていう感じではないようなんですが、まあ、とにかくそこに行って遊んだり、他のことをちょっとこう新しい環境というのにとても刺激を受けながらいい時間を過ごしているようなので、良かったなと思っています。ちょっと本当に短い時間だけではあるんですけれども、息子くんにとっていい経験ができているのかなと思ってほっとしています。ということで今日の動画はここまでとなります。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではごきげんよう。ヘイドー。 I love you. ふたりパパ。